そ死んでもらうぞ。その薄らでかいやつは誰だ。聞いて驚くな。格闘技の世界チャンピオン、ヤギモンヘーデル先生だ。ずいぶん臭い名前だな。貴様をあの世に送ってもらうために月々1万円5年払いのローンでお願いした。60万円だぞ、60万円。大丈夫だ、そんな金払う必要はなくなる。チャンピオンだって俺にかかれば一発でおだぶつさ。ふんふんふん、そんなこと言っていいのか。貴様のその慢心が命取りだ。そういうのを油断大敵って。ぐみ、あんなでかいこと言ってますよ先生。まだよく分かってないようだな、この私の恐ろしさが。ちょっと離れていろ。はい。こいつを見てからじっくりとビビるんだな、小僧。